さん、こんにちは。森崎アリスです。お久しぶりでございます。ですね、今日はハロウィン、あと1ヶ月ちょい迫りました。なかなかね、 PC がちょっと壊れちゃって、なかなかちょっと編集できなくって、1ヶ月ぐらい更新できてなかったんですけれども、今日はですね、100均でできる血のりの作り方をご紹介したいと思います。作り方って言っても本当に混ぜるだけなので、まあハロウィン1日だけなので、まあ他のハロウィンパーティーとかね、重なることとかもなかったり、まあ、10月中旬から後半にかけて、もしかしたら特殊メイクをいっぱいする機会があるんじゃないかなと、ある人はね、あると思うので、1個作っておけば便利な血のりを紹介したいと思います。それでは材料を紹介していきたいと思います。まず、血のりの、のりの部分ですね。ベトベトってした部分の材料、こちらになります。じゃん。はい。100円ショップ、これはね、ダイソーですね。ダイソーで買ったスタイリングジェルエクストラホールドっていう、簡単に言うとワックスになります。はい。で、これが、私、実は洗濯のりかこれで迷ったんですけども、これね、結構こうやって見ていただけると分かると思うんですけど、この横とかね、気泡がね、あんま出ないんですよ。で、買うとき開けられないじゃないですか。で、気泡が出ないってことは、まあ、硬いってことなんですよね、やっぱり中がね。なので、こう振らないと、振っても、ほら、ちょっとこう、分かるかな、このパッケージの中の分かるかな。そう、気泡がね、あんまり出てなかったので、ちょっと買ってみました。で、中を開けるとですね、こうプルプルっと、はい、している感じなので、作りやすいかなと思ってチョイスしてみました。ちなみに、やっぱりスタイリングジェルなので、すごくいい匂いがします。でもね、実際の血のりもね、すごくいい匂いするんですよ。普通の血のり買える方はハンズとかでも売ってるので、まあ、買ってみてください。血のりの色付けに使うのは、はい、こちらのリップパレットになります。こちらはですね、100円ショップはね、これはどこだろう、セリアかなんかかな、で買いました。リップパレットのこの赤とかここら辺の色を使って、はい、作っていきたいと思います。で、コツとしてはちょっとマットな色を使っていただきたいので、ラメとか入っちゃってると、まあそうだな、テカテカってなっちゃったりして、ちょっとリアルさがなくなっちゃうので、このね、マットなね、ラメが入ってないやつ使ってください。で、あとはこれ、普通のね、ビューティーケースっていうんですけど、これ血のり作った後に保管しておくものになります。なので、今日使うものが本当にこれとこれとこれで血のりを作りたいと思います。なので、これいらないって方は200円でできます。で、テカリとか、もし、まあ、ラメ感があるものもこの中には入ってるんですけども、この赤の、ラメが入ったね、リップグロスを使うと、なんていうんですかね、ちょっとこう新しい目な傷のちょっと明るさが出るかなと思って1個買ってきました。なので、これを応用でちょっと入れてみたいと思います。なので、最初はこれとこれで、はい、作っていきたいと思います。で、この血のりを作って成功したら、この血のりを使って他のメイクもしたいと思いますので、ハロウィンまでに2個3個ぐらいは出せたらなと思います。まずはもうソフトを直さないといけないので、とりあえず そこ頑張ります。ジュル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 、はーい、私こんぐらい、やっぱ硬かった、私が思ってたよりちょっと理想の硬さですね。あら、こんな感じありますかね、透明だから。でも、この硬さ、ちょっと硬い感じ、ほらほら、落ちてこないもん、落ちてこないので、いい感じの硬さになった。この赤使っ
使っていきたいと思います。まずね、さっき言った一番最初の赤混ぜていきたいと思います。ね、だんだん色はついてきてるんですけど、この茶色入れたいと思います。身の上でこうやって混ぜてから入れてみてください。ちょっとで、この黒っぽい、あの、なんていうんですかね、これね、なんていうんだろう、なんかね、どす黒い赤みたいな色があるんで、これはこれ色になってきた。で、ここからは色を調節してってください。今半分10個入れてるんですけど、あの、この色とかが一番良かったので、私ちょっとこれを全部今入れてみたいと思います。赤くなってんの、いい感じに赤くなってる、ほら、いい感じ、超いい感じ。ここ全部入れちゃいます。このここは半分残ってますけど、ここと全部入れて、茶色系のを全部混ぜて使いたいと思います。よいしょ。ジャムみたい。はい。見えるかな、これ。はい。100均でできる特製地のりの完成でーす。めっちゃよくできたよね。なんかめっちゃ気持ち悪い、ほら。できました、ハードジェルで。で、これをね、使って、次は、メイクをしてみたいと思いますので、まずは、この作り方の動画でした。それでは、皆さん、ハロウィンまであと1ヶ月ですけれども、この血のり、100均で作れる血のりとかを使ってね、ぜひ遊んでみてください。それでは森崎アリスでした。また更新します。バイバーイ。